皆さんこんにちは、サットです。今日はですね、久しぶりに朝一で何か安いものはないかなと思ってスーパーに行ってきたんですけど、結果ありませんでしたまあでもその中でも割と手頃な価格のタンパク質を購入してきたので、ちょっとそれをご紹介して、今日はまあそれを使って晩ご飯作りをやっていきたいと思います。まずですね、こちら豚ミンチ 244g で207円、まあ超特価なんですけど、基本豚ミンチってやっぱり安くで売ってるので、まあいつもの安さに比べたら安いかなというような感じですかね。そしてこれだけではちょっとタンパク質が足りないので、何かないかなと魚コーナーを見るとですね、じゃじゃーん、こちらこの大きなホッケが498円。これはすごくいいなと思いました。北海道産、これもですね、まあただこれは焼くだけなんですけど、旦那さんも好きなんでね、これは今日ちょっと焼いていこうかなと思います。でもう一つはもう胸肉はね常に安いんですけど、こちら 679g で461円、安いですよね。これはもう明日の晩ご飯にしますということで、まあそんなに戦利品と呼べるものはなかったんですが、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは動画スタート。何？エリンギ。なんでこんな不揃いなの？なんかいろいろ混ざってるのかと思ったの。おじさんもエリンギ食べてみる？うん、どうかなエリンギ。うん、エリンギ食べてた。おいしいこれ。
私、うん、すごいことがあったの去年。母さんの鉢がブロッコリーをね鉢に植えてたの大きな、うん、なんかブロッコリーの上にね、うん、白ご飯の塊がドンって乗ってたの。ちょっとブロッコリーに似てるね。お母さんすっごくびっくりして、うん、最初泥棒かなんか入ったのかなと思ったの。ご飯置いて。でもさ、うん、人だと思うじゃん。ご飯がブロッコリーでご飯が乗ってるんだよ。うん、これはもうどうしようと思って。うん、それがね2、3日したらこんななくなってたのそのご飯が。そのまましてたの。2、3日って言ったよね。え、なんで、なんでそのままにしてたの。うわうわお米が乗ってる、うわうわってご飯がなくなってる。ブロッコリーの上にご飯が乗ってるのにそれスルーする方がおかしくない。ご飯が乗った時にどのぼうかなと思ったんだけど、その後にあ、もしかしたらカラスかもしれないと思ったの、鳥かもしれないって、うん、そしたらまた食べに来ると思ったの、はあ、だから、うん、置いててあげた。また食べに来るんだったら置いててあげたらあ、じゃあ予想通りだったってことね。そう、そんなことがでもね何度もある。あの何度も違う違う、本当にあのね、いつもね一回じゃないの、たまに白ご飯がね置いてあるの。それなんか違うじゃないの。違う、たまにだと思うんだけど、だからうちの畑にねすぐ白ご飯落とすのよ。もしかしたらでもここの人は置いてても掃除しないっていうか、まあ取らないから捨ててる、うん、銀行じゃないの。